平野紫耀が引き起こす美容業界の地殻変動。YSL 売上600倍の衝撃の成功秘話。平野紫耀、佐野優斗、瀬淵も人気ブランドのアンバサダーに選ばれたメンズたち。美容とコスメの世界においてアンバサダーたちが新たな光を放っています。2024年2月からはこれまでにない新フェイスたちが加わり、広告業界は一層賑やかさを増しています。ここではコミュニティの視点とイベントの社会的影響に焦点を当て、それぞれのアンバサダーたちが持つ多様性と豊かさにスポットを当てます。まず、イブ・サンローランのアジア、アンバサダーとして活躍中の平野紫耀。イブ・サンローラン大手の表参道フラッグシップ、ブティックは、まさにファンの聖地として崇められています。新生、ピュアショット、ナイト、リチャージセラムの新コンテンツに登場するなど、平野紫耀は美貌だけでなく、ファッションとの相性も抜群です。YSL が彼をアンバサダーに選んでから売り上げがなんと600倍にも増加したという成功エピソードも興味深いですね。YSL は2年も前からオファーをし続け、ようやく契約を結べたそうです。平野紫耀さんは深爪くらいきちんと爪切りして清潔感に溢れていらっしゃいますね。その指でルージュチュールクチュールをそっと持って、なんと高尚な光景でしょう。ピュアショットナイトリチャージセラムにはつけるとすごいツヤですが、すぐ染み込んで柔らかな赤ちゃん肌になり驚かされました。優しいツヤ、ハリ、肌がふっくらしてきて幸せです。平野紫耀くんってがっつり感っぽい顔なんだけど美人であるんだよな。男前だな。ジバンシーのアンバサダーであるセブンティーンのジョシュアはそのジェントルマンな雰囲気で知られています。彼は個性を大切にし、美しい肌を引き出すコンセプトに共感し、ジバンシーのプリズムリーブルを広めています。その多彩な魅力は、ファッションとメイクの融合を通じて表現されています。メセのミューズとして輝く吉野北陣は、2022年10月から活動をスタートさせました。彼はブラウン系の囲み目メイクやピンクメイクなどに挑戦し、ジェンダーレスなメイクの楽しみ方を提案しています。メイクの新たな可能性を広げ、多様性を肯定する姿勢は注目に値します。そして、俳優、ボーカルダンスユニット、MLK の一員である佐野優斗は、アベンヌのウェブ CM モデルに就任しました。アベンヌのメッセージ、アベンヌといい肌始めよう、シャルウィンヤブン、に登場し、美肌への一歩を共に踏み出す姿勢が共感を呼び起こします。これらのアンバサダーたちは、単なる美容製品の広告塔にとどまらず、各々が持つ個性や魅力を通じて、コミュニティに新しい価値を提供しています。その活動は商品のみならず、社会的な影響をもたらしており、ファッションや美容の枠を超えて多様性と個性を商用しています。彼らが広告業界で果たす役割は、単に商品の魅力を伝えるだけでなく、自らの個性や経験を通じて親しみやすいエンターテイナーとしての側面も持っています。平野紫耀の清潔感あふれる美容の秘訣や、吉野北陣の挑戦的なメイクスタイル、ジョシュアのジェントルマンな美容哲学など、それぞれが独自のストーリーを披露しています。この新たな波は、製品だけでなく、人々の生活や美の捉え方にも影響を与えています。アンバサダーたちは、商品を使うことで得られる美しさだけでなく、自分らしい美しさの発見や追求を促しています。美容業界は単なる外見の向上だけでなく、多様性と個性の輝きを探求する新たな時代に突入しています。